はい、エビタです。今日はライスのライダーのヘイヘイと一緒に、はい、はい、いるんですけど、なんか最近ちょっと思ったんですけど、ライダーって別に教えるプロじゃなくて滑るのが得意なわけじゃないですか、うん、やのになんかライダーにハウツーを求めるのおかしいなってちょっと最近思ったんですよ。確かに、まあ、で、僕あのマイクを新しく買いまして、DJI マイク2っていうちょっと調子いいマイク買ったんで、なんか多分滑っとる時に公平は独り言言うとると思うよ。だいぶ、だいぶ喋ってる。ここではこうしとるとかっていうのをその瞬間にコツをってって言って、それを動画にしたいなと。よろしくお願いします。だからその方がみんなもしっくりくるし分かりやすいかなと思うんで。確かに。行きましょう。はい、はい、じゃあ早速今日ね、ちょっと新しい板を装着してて、公平が RT7、152、これが RT6 っていう、まあライスのニューモデルなんですけど、うん、この2本の遊び方も兼ねて、はい、ステッチ系とか、まあまあフリーラン、うん、普通に普段どういう風に滑ってるんかみたいな、うん、をやっていきたいと思います。そうそうそう。じゃあ行きたいと思います。はい、まずはヘイヘイから。もう喋ってよ普通に。よっしゃ、多分音入ってるはず。まずね、うわー風がきつい。じゃあ風強いな。はいはい、この地形をプレスしていく。おで、ここを低速もやってからね。いいね、気持ちいいね、最高。そうターンをする。気持ちいいな、ほんと。で、ちょっとプレス、フロントノーズ、イエーイ。で、速度をちょっと上げていって、カービングチェーンのトリックをする。おっ、耐えた。うー、気持ちいい。最高。いいね。そうそうそう。ここでノーズプレス。いやー、最高。ここでプレスする。いいね、気持ちいいね。ほいほい。なるほどね。テンポよく、テンポよく。パター系だ。いいね。おお。最高。いいね。公平。ラストは、あ、喋っとった。喋っとったよ。割と小声だな。入ってね、入ってない。わからん。ぼやぼやぼやーっと喋ってる。まあでも、擬音語とかいっぱい。あとポケットめっちゃ空いてるけど大丈夫。どこ？どこ？あ、よかった、何も入ってないわ。あ、すみません。あるある、こういうのあるある、本当に。よっしゃ、ええ感じやな。いいですね。何を喋ってた？俺全然滑ってて聞こえんかった。もうとりあえずね、効果音と効果音つけてくれ。効果音いっぱい。もうね、編集いらんや。いや、でも編集はしてほしいな。あれ？うん、BGM いらんやん、効果音。いらんけど、やっぱり滑りながら、その、喋りながらになったら、どっちかに集中しちゃうから、結局。なんか俺今見てて思ったんやけど、うん、あれぐらいスピード出てる時の RT7 って、まあ RT7 ちょっとしないから、うん、ああいうフリーランしながらトリックでさばいていくには、ちょっと多分面白いと思うよ。うん、一番ちょうどいい。うん、あれさ、フルキャンやからああいうバター系逆にやりやすい説ない？ある、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 ある。こっちでああいう動きさ、結構ムズいのよ。そうやね、だいたいなんていうか、火炎キャンバーの方が引っかからないっていうイメージあるけど、結局逆にずらしやすさをスピード域で考えると、そう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 、フルキャンバーの RT7 の方がグリップ力いいんですけど、スピードがあんだけ出てると逆にちょうどいいずれ方がしてたね。うん、してるしてる、本当に。だからああいうプレス乗りなんや。やっぱエッジがその噛む方が引っかかるっていうイメージより、ね、うん、
速度域上がった時の安定感がやっぱり普通のキャンバーの方がいい。まあいいやん、うん、いやなんかバタ足形状が乗れてる感が、うん、逆に安定感あるよ。ある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 。コントロールしやすい。そのいやなんか見てておおって思って、うん、なるほどなと思っていや逆に俺ちょっとじゃあ次俺ちょっと行きます。じゃあ行きました。はい、今度 RT6、 まあライフで一番柔らかいモデル。これ逆にエッジを使いながら乗った方がいい。まだろう。やべー、景色めっちゃ綺麗やな。超綺麗。ただ板の走りはもう触ってきてそんなに良くないかな。じゃあフリーなんで溜まってるし、立てすぎると板が曲がりすぎる。こういう感じで、風で倒れてました、中島さん。エッジはしっかり切った方がいいです。え、で、中途半端にずらすと抜けやすいから、エッジでずらすってよりも、しっかり立てて上げる。と、いい。いやー、うまいなぁ。うん。だから、エッジングが重要なんですね。重要されていると思います。基本的にこういう、ね、こういうクラッシュ系のトリックがすごい出やすい。おすごい。あとエッジ詰め込んでからこういうこうターンでグリップでエッジ詰めないけどクラッシュがトリック。イエーマイクありました。あぶねー。なんかさ、ウエアのこの層で絞ってるからこの内側にポンと置いちゃった。やばすぎ。いつ落ちたんやな、これ。落とすとこやった。あれ1個でなんかさ、結構すんのよね。いや、あれ落としたら結構。あれいくらぐらいすんの ?1 個でも1万7000ぐらいすんじゃん。えぐ。うん。嫌やわ。高いわ、それは。よし。もう一回じゃあ次、後編いく。あ、了解。行こう。よっしゃ。よっしゃ、行きましょう。疑問を言うとるだけなんやって。じゃあ僕が効果音でもつけましょうかね。はい。あ、ね、そう、この段差を一回乗り越える。あの、でででででプレス。壁を上がって、スピードが出ない。ジップとかはこういうちょっと柔らかめの板の方がいいですね。低速で扱いやすい板っていうのはこういう春先。ね、雪がちょっと柔らかいから。柔らかい時はだからあんまり影響立てないプレス、あのバターとか角度域だけじゃなくて時期としてでもね大事ですね。はい、公平がしゃべってます。壁使ってもいいっすよ。そうそうそう、いいね。そう、おいいプレス、うん、この壁を上がって、おおおおおガリ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 、結構ドーン降りてた。今ドーン言うたね。重なった。ドーン。ドーン。よっしゃ。行きましょう。ちょっとオープンバー。人もいないし。サワーリフト乗る？そう。よし。RT7 ね、そこそこ柔らかいけど、ちゃんとこうやってグリップの感じ。ここ付き合うよ、公平。カービングが気持ちいい。板が軽いから、降りかけたら、すごく飛ぶ。すごい。ふぅー。プレスもしやすくて。ライン取りをちょっとこう大きめに取る、長く距離を縦に落としていった方がスピードも失速しないし、
なんとめっちゃしやすくて、で切るカービングをするときにトリックを乗せようと思ったら、ターンが終わったから、これでいい、おトリックいい、ああ行ってもた、あいつお疲れやな、あいついいよ、あいつ行ってもた、喋りながらって結構むずいな今行きかけたの、行きかけた、行きかけた、待てってなかったらもう完全行っとった、下まで絶対行くなと思った何喋っとったの、ほんとね、この RT7 の、まあ、フレックスも柔らかいし、うん、まあ、それでもグリップ力があって、うん、でトリックもまあしやすいから、ね、そうそう、まあこれ乗ってくれる人って大体、まあグラトリやっとった人が、うん、まあカーミングやっとった人も、まあトリック入れたりとか、ああなるほどね、そうそうそう、だから板そんなに立てずに、そう、ガラシでトリックとか、そうそう、バター系のトリックがこれフルキャンバーなんだけど、うん、めっちゃしやすい、そうやな、うん、そうそう、そう、可動域あると。いやなんかそれあれやな、そういう使い方は俺着眼点になかったから勉強になるな、うん、だけどライン取りっていうか、まあその高速域でのトリックする時の、ね、うん、まあ、ラインの取り方というか、まあ、うん、まあ映像見てもらったら一番早いけど、結構縦に落とす、そうだな、そうそうそう、で曲がってその G がちょっと消えかかってから緩斜面の方がいい、緩斜面というか中斜面、そうや、中斜面ぐらいが一番いいね、うん、そうだね、急車だとやっぱりトリックスが 横に流す方がいいもんね、そうそうそう、うん、もうちょい硬いとどう、もうちょい硬いとその速度域がやっぱ上がるから、じゃあもうちょい速度域欲しいんだったら RT8、 RT8、 もう絶対 RT8 がいい、反発もやっぱあっちの方があるし、なるほどね、まあフレックスにやっぱそこ依存しとるところあるから、この板ではでもバランスはもうすごくいい、このさちょっと走らんくなってきた雪とかってなってくると、うん、逆に低速域で使いやすい板の方がいいな、さっきも言ってたけど、 RT8 だったら硬すぎて、うん、その低速域になると、うん、ちょっと重たいしこうやりにくい、操作性失っちゃうから、7ぐらいで、まあ急車もいけれんことないけど、うん、オールラウンドに全部いけるから、うん、バランス取れとるから、一番そのシャバ行きとかも RT7 の方が楽、うん、あめちゃくちゃ楽、結果ね、結果一番楽、なるほどな、そうで、シャバ行きやとちょっと板走らせたいってなるから、トリック数もちょっと減らしたりとかして調整するが、うんうんうん、だいぶバランスがいいな、うん、これさ、うん、これはフィードバックみたいな、なんか今動画で話すことじゃないけどさ、マイクログラファイトソールの方がいいとか、グラファイトソール、あーそれはもうそうやな、ま、そのマイクログラファイトソールが一番走るけど、うん、でもやっぱ映像映えとかを考えると、あ、かっこよさ、そう、かっこよさを考えると、うん、そのターン中にやっぱソールの裏見えて色入ってたら一番目立つじゃん、そうだな、そうで、真っ黒やったらちょっと味気ないし、その、まあ、そうなんだろう、下から見とってもどこのメーカーの板かってもう分からんし、そうなんかな、そう、うん、だからまあどっちかといったら色入っとった方が、まあ俺は好きだけど、性能面を考えたらマイクログラファイトソールがいいと思う、まあこの時期特にな、グラファイトがそうそうそう、めちゃめちゃ仕事するもんな、じゃあ次、ワイ、サワ行くわ。オッケー。サワでちょっと舐めまくるわ。舐めまくる。はい、よし。よっしゃ、行きますか、サワ。じゃあサワ行くっすかね。ナダローのサワチケ。まあ、結構ね、スピードは出にくいんで、ちょっと低速域というか、低速中速域で、こういう、ちょっとトリック入れながらね。うまいな。ただこっから、ちょっからんと止まる何も喋るのか全然聞こえんけ、こっからんと止まりますで、マダラオの沢はこのままノンストップで行く方がいいんやけど、公平追い取り気をつけろよ、オッケー、結構ノンステールがしっかり変わる、でもこれ叩きやすいよね、いいですね、入り口かっこえぐいだろ、えぐいえぐいよ、あそこノンストップで入っていくのがローカルっぽいだろ、なるほど危ないからみんな真似したらあかんやん、そうやな、じゃあちょっとトリック入れながら、ちょっと走りも悪そう今日は、じゃあ行ってみようかな、お、テンポが出てるからきついね、ゴミが多いな、ちょっ
そう来たか。そう来たか。そう来たか。オイドリうめえな、こう。このスリーいただけるだろうか。きついシャブが。結構、ね、こういう R に対してさ、板が、ベタッと張り付くやん。したら、キャンバーやとずらしが効かんないけど、ハイブリッドキャンバーやで、ベタッと張り付いたともノーズテールはちょっと浮いてる。確かに。うん。この、いつもグリップするところが浮いてる感じだよね。ね、このフラット部分がね。うん、疲れた。変わる？え、変わる？疲れて。ちょっと大丈夫。ちょっと待ってね。セット。セットっぽい。いいよ。はい。ちなみに、こういうレインオーシャインっていうね、滑る専用のバックパックがあるんで。おすすめですね。僕はこの撮影用には10リッターを使ってます。よし。行きますか。はい。この待機時間中に、大体のラインをイメージする。まず。おう。チャックしね、レンカ。はい。チャック。で、チャック。はい、チャック。はい。その話を聞け。はい。ポケットどこでか。基本的にその話しちゃうもんね。そうなんですよ。返事だけ得意やんな。そうなんですよ。しのちゃんにめっちゃ怒られるやろ。怒られてますよ。もう。鬼ではないですけど、優しい嫁ですけど。いや、しのちゃんは優しいよ。うん、優しいんですけど。公平が返事だけだよ。ほんまに。そうなんですよ。まあね、ちょっとね、やっぱスノーボードにね、持ってかれた部分はありますね。やりすぎました。あ、スノーボードは体に良くないと。頭に良くないですね。確かにスノーボーダーで頭いいやつにもなったことね。そうですね、うん、まあ、俺も含め飛んだ先を考えてたらスノーボードできないですね。まあ、行きましょう。方向確認、よし、はい、行きます。しゃあ、弱いカット、よっしゃ、行くぞー。お、いいが、やばいんでね、ちょっと緩めに。ここでプレス。おお、もうね、ここに動いた。ここでプレス乗る。お、こういうのでね、上がりがあれね、うまいな。で、石とかこういう木の株とかあるんで、これだけ気をつけて。これ皮ちょっと残るかもね。おーおーおーおお、うまい。いや、耐えた。危ない。耐えました。さあ、風強いからめっちゃなんか落ちてる。イエー。ふう。いやぁ、いや、実況してる時間がないね。そう、プレスとかって開いてる沢が、こういうね、開いてる雨、斜面があった方がね、楽にね、全然踏まなくてもプレスできるから。うん、そんで壁の上でなんかするっていう何の説明にもなってない。いいね、面白いね、スノーボード。うまいな。ありがとうございます。もううまいな。フラトリのおかげなのよ。あ、間違えた。セブンのおかげなのよ。いや、でもまあ、普通にうまいよ。ありがたい。ということでですね、こちら、ちょっと初めて実況しながら乗り味をみんなに紹介したりとか、ちょっと乗り方のコツとかあったんかな。あの、あったかね。うん、まあ、ちょこっとあった。うん、まあ、RT6 って、まあ一番柔らかめのフリースタイルボード、オールラウンドボードと、まあ、グラトリベースですね、うん、こっちは。こっちはラントリーベースっていうか、でもなんか速度域出ると逆にバター系に触れる。そうやね、低速もできるし。確かに俺言われたらこっち結構エッジ切るもん。あー、あれか、ハイブリッドでずれやすいから、うん、悪く言うと。けどずらしやすいっていうメリットがあるから、こういう地形ではあえてこうぐるぐる遊びながら向けるし、うん、トリックをしながらね。確かに、だってこの辺逆にバターでこうキリッとトリックするとかだもんね。うん、そう、うん、やっぱキャンバー形状のブレーキ効くからいいよな。うん、その不整地というか、いきなりこう急斜面になったりするときにこうエッジがちゃんと噛んでくれるのがやっぱ、そう、一番でかいな。ここ取ってるときに、そうそう、で可変だとずれちゃって、うん、逆に危ないときも、そう、6だと危ないときもあるから。なるほどね。逆にこれはどういうときに乗ったらいいと思う、公平的に。そうやね、もう低中速かな、うん、俺の中では結構で、ずらし系。そう、ずらし系。ずらし慣れてない人か。そうだね、ずらし慣れてない人がずらしやすくなる。そうだね、逃走もこいつは結構やわめなんで、そうそう、ねじれる、こうやってねじれたりするのもこうやって片手でこんなねじれるんで。で、セブンの方がそのちょっとこの6よりまあ張りがちょっとあって、うん、キャンバー形状がフルキャンバーだから、うん、まあグリップ力がすごい、まあこれよりグリップ力上がってちょっと硬いぐらい、うん、あ
そう。そうやね。そうそう。いや、この間久しぶりの時はめっちゃ良かったもんけど。めちゃくちゃもう、やっぱ乗りやすい。バランスいい板が一番楽しい。そうやな。まあ、あと、今日の雪質もあっとった。あ、そうや、そうやね。走る雪やと、多分もうちょい硬い板外れるから、うん。確かに確かに。8とか9とかってなると思うし。うん、はい。はい。って感じです。まあ、板選びの参考になった方はぜひ、うちの板もチョイスしまっていいし、似たようなメーカー、うん、他に今日出してる、同じような感じで出してるメーカーさんもあるかもしれないんで。そうそう。ぜひ、板選びの参考にしてみてください。ありがとうございました。ライダーヘイヘイのインスタもぜひチェックしてください。はい、見てください。ダーン。ダーン。